今夜の日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば歴史は繰り返す、昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。10月21日、今日は何の日？1888年の今日、前田若夫が生まれました。前田若夫は女子教育者、平塚裁縫女学校、現在の専属学園音楽大学の創立者です。前田若夫は現在の高知県高知市で、高知藩士、士族の家に生まれました。1917年に渡辺裁縫女学校師範科を卒業後、錦秋女学校などで裁縫、家事、体操の教員をした後、青山女学院の教員となりました。この間にキリスト教に入信しました。渡辺裁縫女学校は、学校令とか学生の変更などにより名称が何度も変わりますが、多分1917年頃は渡辺裁縫女学校だったのではないかと思います。間違ってたらごめんなさい。現在の東京家政大学です。青山女学院では裁縫と聖書を教えていましたが、1918年にエディンバラ宣教会議が女子教育機関設立を決議し、東京女子大学を設立したため、青山女学院は廃止されました。東京女子大学は、キリスト教の精神に基づくリベラルアーツ教育を実践するための大学でした。前田は1922年に、恵まれない家僧の女工に奉仕するため、日本建練会社の女工監督となりましたが、関東大震災で会社は壊滅。奇跡的に助かった前田は、1923年に裁縫塾を開き、1924年、平塚裁縫女学校を創立しました。1926年には、専属高等女学校を併設。現在の専属学園ですが、今年創立100周年ですね。100年前に前田は、女子教育は女子の手で、という信念を持って学校を設立しました。前田が専属と名付けたこの専属は、ヨハネによる福音書によります。イエス・キリストは弟子たちに仰せになった。我は主または師なるに、なお何時らの足を洗いたれば、何時らも互いに足を洗うべきなり。足を洗うという行為は、汚れを落とすということですが、他人の足を洗うとなると、歴史ドラマかなんかで見たことがありますが、なんか上下関係がありますよね。キリストの教えということですと、師弟関係でもいいんだと思いますね。聖書の通りですね。あずまやはキリスト者ではないので理解が間違ってるかもしれませんが、他人の足を洗う行為には、献上、へりくだるっていうことですね。献上とか、奉仕とか、犠牲とかを感じます。でもその根本はね、相手を思う気持ちとか、相手への愛ではないかと思います。ボランティア精神ですよね。自分から喜んで、さりげなくさせていただくイメージでしょうかね。対人援助の根本ですね。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。